おはよう、諸君。メフィスト？メフィスト特製小悪魔風オートミールです。どうぞ召し上がれ。さあ遠慮なく。いただきます。おばあちゃんが呼んでる。誰？会ったことないよ僕たち。私ね、最近ホットケーキ宙に浮かして返せるようになったんだよ。見ててね。いくよ。急いで、皿が溶ける前に口の中へ。俺よりも皿を心配している。見つかっちゃいましたか？これって、姫路さんの？はい、吉井くんは甘いものは好きですか？うん、大好きだよ。どうぞ。足りないですね。メンバーは4人ということは、生き残れるのはただ1人。まず隠し味のブランデーと卵を混ぜて。カラメルは醤油と砂糖を混ぜたやつだな。色的に僕たちは何を食べさせられるんだ。絶対食べないようにしないと。まあまあ、油くらい何かに移し替えればいいし。こんな時に。そうだ、ハンダ。みんな逃げて。怪我人が出たら先生の首が飛ぶわ。なあセラ、料理だったら俺かハルナが。ただ居候しているというのは気が引けるのですよ。さ、遠慮なく。いいだろう。体は大丈夫か？ああ、だいぶ楽になった気がするよ。ジロー、風邪だからって軽く見てはダメだ。食事を用意した。食べてくれるか？ああ、もちろん。それじゃあ、ジロー。はい。ああ、うん。だいぶ汗をかいたみたいだな。まずい。遅くなりました。イカロスさん、超うまそう。天才。お前も何か作ってるのか？あれ。やっぱり。何事もなかったようにかき回している。うん、できたぞ。嘘だー。抱きしめー。おかゆができたぞ。ひいちゃんを殺す気か？食べますよ。任せろ。ほら、すまん。すぐに冷やすもの。あれ、リコは？食材持ってキッチン行きました。体力回復どころか死人が出るぞ。できたわよ。ちょっと待ってください。美味しいかもしれないです。うまいです。どうも。まずはベジータ特製オムライス。
と軽く軽くだぞ。待て。やったるぞ。やればなんとかなるもんね。なんすかこれ。どっからどう見ても肉じゃがよ。どっからどう見ても黒炭じゃねえか。だからってこれは仕方ない。適当に審査して。いませんわね。なんかすでに手遅れのような。ご心配なく、私の料理は最後で挽回するのが常ですので。いちかいちか、私の料理を見てくれ。それってひょっとしておでんだ。なんだ。あら、お二人とも食べてくれませんの？美味しいけど不思議な味が混じり込んでるような。愛がこもったクッキーのお味、私気づいたんですの。気持ちが液体となって流れ出てくることに。私はこれを愛の蜜と命名しました。クッキーに混ぜ込んでみましたの。クッキーに。じゃあこれいただきますね。はい、お口に合うかどうか分かりませんけど。これすごく美味しい。ミスター味子とグルマン君を全巻と化している私にとって作れない料理などない。さあできたぞ、ハヤテ。はあ、では早速いただきます。これはもう食べ物です。食材はいくつかネットで揃えてみたんだ。へえ、ちょっと変わったのもあるな。うん、ネットでいろいろ調べたんだ。苦労したぞ。あかりに何でもの食わせる気だ。とっても美味しい。ありがとうソフィーちゃん。うん、とりあえず作ってみたのだが。ソフィー、これは料理ではない。先手、木下リンゴ。具は豆腐のみか。なんだこの味は。魚介系の出汁を思わせる異様な生臭さに、この濃厚で複雑な味は。リンゴちゃん、この味噌汁は何の出汁を取ってるの。上履き。いざ。まずいかも。こんな美味しいチャーハン食べたことなかったの。さっきこしらえた新作料理もあるけど、よかったら食べるか。いいの？食べてみたいな。
おお、今回はまた炙りゲソのピーナッツバターあえ。さあ、お上がり。笑えるほどまずいか。